東海道メガ盛りの旅、初戦は伊勢の国、三重県。伊勢神宮で完食祈願のはずが、彼氏もできるようにお願いしてきちゃいました。自分より大食いの人と付き合ってみたいなと思って、そういう彼氏がいいなと思って。三重県にはうなぎ5尾を使った巨大ひつまぶしがある。今回は各県のゆるキャラがメガ盛りのお店を案内してくれる。まずはうなぎの名店魚よし。あ、めっちゃいい匂いする。本当だ、すごいいい匂いするね。うちの大大満足ひつまぶしは10人前だぞ。食べれるものなら食べてみろ。では、そんな超贅沢なメガ盛りひつまぶしの登場まであと30秒、カウントダウン。大ぶりなうなぎを5尾じっくり焼き上げていく。65年間継ぎ足してきた秘伝のタレはこの店の自慢。深さ12センチもあるおひつにご飯を敷き詰め、そこに一口大に切ったうなぎをびっしり、さらにご飯で覆い、残りのうなぎを盛り付けたら完成。さあどうぞ。上位2番目にはほどがあるでしょ。うわ、すっごい贅沢すぎるじゃないですか。一般的なひつまぶしに比べ10倍以上の大大満足ひつまぶし。大きなおひつに山のように盛られたうなぎは圧巻。その重さを測ってみると、なんと 5.7キロ。このメガ盛りひつまぶしに挑むのは大食いの彼氏が欲しい木下。そこで地元の大食い自慢、皇學館大学柔道部の鏡くんにも一緒に挑戦してもらう。女性には負けたことがないので絶対に勝ちたいと思います。彼女います？僕は今彼女いません。はい、木下さんどうですか？いや、すごく可愛いです。果たして大食いから始まる恋はあるのか。メガ盛りひつまぶしチャレンジスタート。いただきます。頑張って。うわー、めっちゃ美味しそう。うわー、うわー、豪快。すごい香ばしくて美味しい。しかし、なぜこんな贅沢なひつまぶしを作ったのか。まあ、みんなで食べてやるインパクトのあるメニューを作りたいと、そういう感じで作りましたですけど、65年バター継ぎ足し継ぎ足しのタレを使いまして、まあ、皮パリッと中はジュワッというイメージで、はい、頑張って焼いております。開始から30分。全然減ってない。食べてる？食べてます、食べてます本当？ほら。そして残り1キロでラストスパート、出汁を注文。お腹が膨れてきたところで食べやすいお茶漬けにし、一気に流し込む作戦だ。木下、お茶漬け作戦で完食なるか。一方、鏡くんは開始から45分。止まったか。頑張れ頑張れ鏡。ありがとうございます。ああ、食べやすい。もう言い訳する男は嫌だ。しかし、お茶漬けにしてからなかなか量が減らない。開始から1時間、表情が曇る。そしてちょっとギブアップ。うわ、マジで。お出汁を入れるタイミングが早かった。ここぐらいのタイミングで入れんといけんかった。なかなかで膨れてしまって、落ちました。はい、白松くんもがっくり。開始から1時間、残り 750g で木下ギブアップ。 Yeah.